皆さまこんにちは。大経ニュースです。アメリカ国務省高官は8月26日、中国の企業や個人に対する制裁は、中国の南シナ海の軍事化に対するアメリカの強い反対を示し、アメリカは南シナ海地域の関連諸国による主権維持に支援を続けると語りました。政府系メディアボイスオブアメリカ （VOA） の電話取材に応じた匿名の国務省高官は。 このほど公表された中国24企業に対する制裁について述べました東南アジア諸国への支援を強化し領有権を主張し他の国を妨害する強引で恥知らずな北京の行動への深い懸念を示すためだと答えました26日アメリカは中国の南シナ海での人工島の建設と軍事拠点化に関わる中国の企業を実質上の取引禁止組織 エンティティィリ,ししリストに追加された中国交通建設 CCCC CC の子会社が汚職略奪的な融資環境破壊などの不正行為を世界中で行っていると説明し中国の国有企業が南シナ海の建設と軍事拠点化に深く関わっていると述べました。 c c c は一対一路事業を主に受け負ってきた国有企業です他にも公州改革通信集団や中国電子鍵集団などもリストアップされましたアメリカ商務省の禁止令では制裁を受けた企業はアメリカの輸出規制の対象となりアメリカ企業と取引するには商務省から別途許可を取得する必要があります 商務省高官はこの制裁に関する会議の中で制裁対象の企業によるアメリカの輸出額は過去5年間で約500万ドルに達すると明らかにしました許可要件はハードウェアソフトウェア材料設備技術など輸出管理規則の対象となる全ての品目に適用されるとしましたアメリカ国務省はまた南シナ海の人工島の建設 南シナ海のの紛争地域の軍事化、東南アジアの主権国への威嚇などの行動に責任を負うべきまたは共謀した個人に対して訪米ビザに制限を課します。アメリカシンクタンクの戦略国際問題研究センターの南シナ海専門家グレゴリー・ポーリング氏は VOA に対し「中国の南シナ海域での違法行為にアメリカはますます関心を寄せている。 中国の行動を変えるため圧力を強めたいと考えていると述べアメリカの制裁による経済効果は限定的かもしれないがアメリカがより多くの行動を取る用意があるというメッセージを示したと述べました南シナ海の主権をめぐる多国間紛争は何十年も続いており中国、台湾、ベトナム、マレーシア、フィリピン、インド、ブルネイなどが主権を主張しています 中国は近年、南シナ海地域で他国漁船や調査船に対して何度も攻撃的な行動を取ったことや、紛争地域の島を埋め立てて軍事設備を建設する動きを加速させています。2013年以降、中国は国有企業を通じて南シナ海で3000エカー以上の土地を埋め立てました。その上、防空施設や地対艦ミサイル発射施設、滑走路を建設しました。 7月、南シナ海の領有権問題について、アメリカ政府が初めて立場を明確に表明しました。ポンペオ国務長官は、南シナ海における中国の領有権主張は完全に違法だと発言しました。南シナ海は貿易においても戦略的な位置にあるため、アメリカは重要視しています。ポンペオ長官は、今回の制裁発表で、 中国は南シナ海の情勢を不安定化させ、近隣諸国の主権を踏みにじり、環境に甚大な被害を与えていると批判しました。ウィルバー・ロス商務長官は、中国企業の制裁について、アメリカ及び中国の近隣諸国国際社会は、南シナ海に対する中国共産党の主張を受け入れず、人工島を建設する中国軍の行動を非難すると述べました。